はい、どうも、こんにちは、ラックでーす。ちょっと待って、テンション高かったですね。はい、どうも、こんにちは、ラックです。テラリアをクリスマス&年越し企画実況プレイ始めていきたいと思いまーす。ということで、12月15日収録です。続けてやっております。前回は TNT ル爆破して、その後グダグダして終了でした。ということで、今回はもう最強ギャラ使っていきたいと思います。もう進んでいこう！やっていかなきゃね、もうね、もう、ラック、もう、ぐだぐだラックになっちゃうからね。はい、もう、進めましょう。もう、地下まで行きましょう。ということで、やっていきます。では、最強キャラ。はい、最強キャラ使わせていただきます。でですね、アイテムも持ち込みさせてもらいます。ある程度、少しかな。この、4つつってもこれ、使えないけど。あ、使えるわ。あ、俺マナがなかったんだもんね、あの時ね。消費マナがね、なかったからか。はい、ということで最強キャラで、このまず、ドリルと、メテオハンマーアクスと、伝説のティソンが、これがね、もう出るまで頑張りました。魔法の鏡を持ってきました。あとお金が適当にありますね。はい、これとあとは、この最強である装備。最強の見た目装備はい、でこれですね。プラス、ちょっとこのプラス4ダメージは痛いですけど、まあ、このそしてこのプラス3ダメージというプラス4ダメージでもう持っているものが全てね、ダメという。素晴らしいでしょこのプラス、これダメージ受けまくるでしょって。俺もう多分 TNT また食らったらね、死ぬと思うよ。これで死んだら俺、多分、あれですね。ぶち消します。だって、このティソナー、伝説のティソナー出るまで頑張りましたからね、この素早さで。いやまあ、ほんと前回の TNT 事件は、どうにかしたいっすね。TNT、赤いのがあったらもう本当に注意しないといけないですね。あれ、導火線があるのかな？あ、また松明忘れてきた。もうダメだ、俺。準備が下手くそだね、ほんとに。うん。準備が下手ってなんだって言ったけど、もう、これでわかるね、もう。準備が下手だわ。はい、ということで。松明全部持ってきましょう。なんかないかな？簡単に近いける方法。最強といっても本当にプラス3ダメージとか4ダメージかって、ここ通り過ぎた。今日もグダグダか。今日はちゃんとやるよ。ちゃんとセットしていかなきゃ。こうだな。ピンチになったらこれ。ピンチになったら魔法の鏡。落ちても大丈夫。落ちても平気。ファイヤー。さすが最強キャラ。髪がね、逆立ってるからね、本当に。素晴らしいキャラだ。よー。もう本当最強キャラ使わせてもらって申し訳ないんですけど、今まで見てきて、グダグダになるよりは、多分はるかにマシだと思います。だって、ねえ、見てきて分かる通り、かなりグダグダで、これからずっとクリスマス迎えるよりもね、もう、テキパキとやってった方が、うん、いいんじゃないかなと。ということで、今日はもう、オールオブフレッシュを倒す準備をしていきたいと思いますね。まあ、地下に行けるかどうかもまず問題なんですけど。いや。このティーソナでそんな倒せますからね。きっと。あまり、ね。期待持ちすぎるとダメです。ああ、危ねえ。なんか踏んだと思ったら。ほんと、ここで全て消し去ったからな。この横だな。
2個置いてある。はい。ウィーンウィーンウィーン。うわぁ、うわぁ、いやいや。危ない危ない。ドドドドドドド。おう。おう、おう、おう。おう。ちょちょちょ。いろんなところ掘りすぎ。ちょ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 、見えない見えない。真っ暗だと見えないし。この下？この下どうなってんの？あ、やっと来たマグマ。ちょっと待ってくださいね。ほい。マグマじゃ意味ねえな。あ、こっち行こう。ここ空いてるね。こっち側、うわ、すげえ。アイテムいっぱい。プレゼントもある。やった。ここ持ってこう。うん。最強と言わんばかりの場所でしょ、ここ。この感じ。いで、いで、いで。なんだ、なんだ。いけいけ。どんどん倒せ。あ、どこにボタンある？よし。ちょっとボタンが、わかんない。ここは、よし。ということで、これを壊す。おい。いらない。あ、待って、これは欲しい。ということで、なんか、そのまま平行して横に来たな。下に行けないな。なかなか下に行けないな。ここの水のところ壊しちゃうか。よし、終わった。マグマは、ちょっと危険なんですけど。ここを掘っていく。俺の墓があるけど。ここをガリガリと、掘り進んでいく。ほら、地下に、水を大量にばらまけ！ああ、ちょっと待って、ここもダメだな。ここもダメだな。いや、この下もある。よし、息継ぎして。どん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 水を下げていく。どんだけ最強と言っても、マグマには勝てないですね。はい。これでいいかな？良くないか？大丈夫か？この下？この下もどんどん行こうかんじゃ。ほい、ほい。勝手に進んでって TNT とか出てきたらほんと困るな。よし、どんどん、ほい。ほら。水をまけば、マグマも、ちょっと、黒曜石になるか。どんどん掘れ。よし。真っ暗で見えないですね。ちょっとどんどん、松明置いていきたいですけど、なんつうか、なんだ？どんどん進んじゃうから、もう置かなくていいかなって思っちゃうんですけどね。はい。強すぎるかな。大丈夫かな。よし、この手を振れば明るくなるっていう。こっちの方が明るいから。よし、このまま下に。全然下にたどり着かん。難しい。岩がある。この下にきっと罠があるね。残念だったな。君はもう出てこれない。さて、どう行こう、これ。こっちか。
一気に地下まで本当に進んでくれ。よいしょ。カバー。カバー。よし。オッケー。ああ。くそーい。これで大丈夫。いらないな。どうしようかな。はい。ここにもあるの。ちょっと待って、こっちにもあって、こっちにもあるって。うん、どうしようか。飛び越える。奥。逃げる必要ないのにな。なんか逃げちゃうんですよね。ほら、来い、みんな来い。やっとここまで来たって感じかな。ほい。うん、銀のインゴット。欲しいものはない。おい、うわ、来たー。びっくりしたー。マグマか。欲しいもん欲しい。うわ、痛い。罠が多すぎる。で、なかなか地下に行けないな。で、ここも、痛い。もうここを斜めに掘っていこう。おらおら、無駄無駄無駄、いけいけいけ。無駄無駄無駄、よっしゃ。本当にオラオラやっていかなきゃね。持たないね。よし。なんか結構、あれでやってたら絶対かなり時間かかってたよ。こんだけ時間かかるんだもん。なんか人が通った跡みたいな。こういうのってテラリアでありますよね。人が通ったような跡。ちょっと不思議だね。よいしょ、ここに行こう。さて、ほら階段になってるからね。あ、とうとう見えてきました。地下への、地下っていうか再層階、再層階の道っていうか、そう。わあ、いきなり、うわあ、危ねえ。いきなりね、マグマが。来た。おやや。ファイヤー。ファイヤー。よし。こいつがいるとね、作業とかね、中断させられるからね。ファイヤーバンプ。はい、ファイヤーアンプ。インプ、インプ、インプ。ああ、撃てない。ということで、音が消え去った。うい、うい、うい。どうしよう。どうしよう。うん。どうしよう。ここ多分あれなんだろうな、きっと。普通にちゃんと出る場所ではない。痛い痛い。緑のプレゼント。一旦帰るか。下行ってみよう。見えない見えない。ちょっと一旦、着地。おお、来たね。真っ赤。いやー、やっぱ、遠いな。これ死んだ時戻る。地下、俺大嫌い。本当ね、なんて言うんだろう。苦い思い出しかないんでね。いやー、大嫌いなんですね。地下にいるだけでもうね、すぐ帰りたくなる。今思ったと思うんですけど、マップ開いた瞬間、すぐ帰りましたよね。もう、その通りなんですよ。もう見たまんまですよ。もう地下大嫌いです。もう地下着いた瞬間もう鏡で帰りたくなる。そんな感じです。ということで、プレゼントが来ましたね。はい、じゃあ、プレゼント。一個使ってみますか。おい、じゃあ、開けます。あ、鎌倉で開けようか。鎌倉の、てっぺんで。
ああいうやつ、あれ使えない。なんで使えない？なんで使えない？あいや、なんだ？あ、こう、あ、こうやって、こうやれば、ん？キャンディーブロック？あ、なるほど、こうやって出るんだね。よしよし。もう一回開けたいな。もう一回開けたいな。開けちゃいました。同じのだな。キャンディーブロックか。面白いな。ここに飾り付けにしようか。ここ。サンタさん来るから。どんな感じかな。ほい。おう。じゃあこの辺にこう。なんだこれ。なんだこれ。床屋さんみたいな。床屋さんみたいな感じ。うん、消す。キャンディーブロックなんてあるんだ。じゃあ、お菓子の家とかもできるような感じなのかな？ただのしましま模様でしたね。はい、じゃあ、どうしましょう。モンスターを倒して、どんどん、あれだ。プレゼントを出そう。ということで、もう一回地下行こう。今度はちゃん、帰らないようにしよう。ちょっと今のは本当帰ったのはね、癖みたいな感じなんですよね。あ、プレゼント来た。開けましょう。絶対これ開けちゃダメだよね。開けたら絶対キャンディーブロックしか出ないだろうから。あ、そうだ、緑のプレゼントか、なんだ、青いプレゼント。なんか、色は関係ないみたいですからね。ではどんどんモンスターを倒しましょう。出ない。スライム出ないのかな。ゴブリン軍団とか出れば楽勝そうだな。ブラックスライムだ。さっきブラックスライムって出た。出てない。お、なんだっけこいつ。マイナー、ゾンビマイナー、爆弾持ってた。どんどんモンスター倒しましょう。いやいやいや。ハードモードか。どっちがいい？ハードモードにしようか。準備しよう。取りつつって感じか。モンスターを倒しつつ、プレゼント取りつつって感じかな。出ないな。プレゼントが出ないな。この入り組んだ感じ。なんかな、あれだよね。どうしたものか。TNT あるのかな、出るのかな。まあ、今のところ行ってなかったから大丈夫だとは思うんですけど。よし。マグマも見えてきて。怖いな。マグマに飛び降りたりしないかな。こっちね。こっちに松明置こう。ライフクリスタルは OK。この通り地下に行くともう足場すらな、くなっちゃいますから。マグマ嫌。よいしょ。怖いなぁ。地下怖いなぁ。もうね、嫌なんだよな、本当に。この下に行くのは。うわぁ、なんかいた。あいついた、あいつ。なんだっけ。ボーン。ボーンサーペント。サーペント。ちょっと青くなるのは勘弁です。暗いところでは青くなっちゃうんで。よいしょ。どこで、すぐ死んだ。なんだ、やっぱ楽勝か。ちょっと待って、ここより上の方がいいか。楽勝とはいえ怖いものは怖いよ。ちょっと待って、
出っ張ってるところここ、一番出っ張ってるところここ、うん、ここっぽいな。じゃあここまっすぐに戦士引いていきまーす。もうこれがウォール・オブ・フレッシュ戦のやり方なんでね。出てこない。もうプレゼント欲しいんですよ、早く。プレゼント集めとかないと。あれですからね。で、真っ暗なのは勘弁。ただ、まっすぐ引いてるだけですので。来やがった、あいつ。楽勝にかわしてくれ。ほい。楽々とかわしててない。よ、よい、よ。まっすぐに、あー、まっすぐじゃない。なんかいる、なんかいるじゃね。あー、ここ出っ張り。あー、どうしよう。あー、どうしよう。痛い。あー、もうやだ、やだ、やだ。大嫌い。もうモンスターいっぱいなの大嫌い。よし。どうしようかな、これ。ここから敷くか、もう一回。めんどくさいな。どうせなら、ここもう崩していこうか。崩していこう。もうめんどくせえや。おい。マグマ落ちろ。あらららら。ああああ。あーあああ、落ちてった。あっつあっつあっつ。うん。うん。なんもない。で、ここにまっすぐ、線を引いていく。ああ、ダメだ。ああ、もう一回引き直すか。これはちょっと、命綱じゃなくて、もう言葉が出てこない。砂利はいらん。石ブロックいっぱいあるじゃん。おじろ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 。何言おうとしてるのかも分かんないし、もうダメだ。またテンションが。よし、まず引いてこう。全部今ある分の石を引いていけばとりあえず勝てるでしょう。またボーンサーベントが顔を出しました。真っ暗なのは本当勘弁してくださいね。今、ただただ横に石を並べてるだけですので、決して面白い動画ではありません。倍速中だと思うんですが。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。ファイヤーインプがね、ちょっと、邪魔してくるんですが。大丈夫だ。全部敷けばいいかな。うわー、ちゃんと。うん。青のプレゼント。うわ、いで。プレゼント出せや。ほら、お前らプレゼント持ってきたか。ほら、お前らプレゼント持ってきたか。持ってこないやつは帰れ。あ、クリスマスという、クリスマスパーティーに呼んだ覚えはない。お前たちはクリスマスパーティーに呼んだ覚えはない。もうダメだ。よし、あと90個。横にずっと並べていきまーす。よっしゃ。勝てるかな大丈夫かな。いいよ。3210。はい。ということで終了です。うん。ある分全部つなげていこう、ブロック。ある分全部つなぎまーす。いやー、立てるかなー。てか、その前に生贄にするあれがないな。紙というか。紙じゃねえ。痛い。人形よ。生贄にする人形がまずない。よし、オッケー。ということで、あとあいつを出さなければいけないな。いや、真っ暗ですね、ほんと。何も見えない。よし。あ、
これがあるといいね。一応俺飛べるから大丈夫だろ。よし。なんだっけこれ。かまどよかまど。このかまど欲しいか？いらねえか？念のためもらってこう。ライフポーションゲット。いっぱいゲット、いっぱいゲット。出てこない。あいつが出てこなきゃ始まんないんですよね。出てこないですね。あいつが出てこないと始まんない。人形を持ったデーモンがいるんですけど、そいつらが出てこなきゃ始まんないんですけど。悪魔の松明。あ、これも入れとこうか。おお、ボーサメット。入れとこう。これもクリスマスツリーに飾っておきましょう。出ないな。おっと、危ない。ちょんと。出ないな。何も出ないぞ。こういうのほんと怖い。やだ。すげえ、ライフクリスタルが2個一気に。あいあい。出てこない。危ない。どこ行こう。こんな出てこなかったっけ、モンスター。いいね、普通のデーモンだしな。アークデーモンだったけど。アークデーモンじゃなくて何デーモンでしたっけ。デーモンといえばデジモンね、いましたよね、デーモンって。何の話をしているんだと。あれ、出てこない。ここで待ってれば出てくるかな。全然敵がいない。上だけ。出てこない。ちょっと待って、松明置いていかなきゃ、これ。道がわかんなくなる。おい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 、ここじゃねえや。上だ。じゃあ、ここに、おい。おい。来たか？来ないな。出てこないですね。ちょっと今日はこれで、ぐだっちゃうかもしれないですね。均等に、かつ適当に。OK。出てこない。ワッチ。あった、危ねえ。出てこない。インプはいいんだよ。あんだけ倒してプレゼント1個か。なんだろう、本当に。プレゼントの出現率。一体なんだというんだ。危ねえ。危ねえ。これひどいな。かまどがここにあるのにマグマで生まれてるって。よいしょ。怖いな、これ。壊しとこうか。マジ？下に行けなくなってたりして。マグマ流れるのほんと遅いな。トロトロ、トロトロだもん。ね。声聞こえてないですか？そうですか？いや、ほんと来ないなぁ。あっつぁ。来ないですね。まさかボス倒さなきゃ来ないとかそういうやつじゃないよね。マジですか。
じゃあ今日は準備した感じなので、はい、じゃあ今日はこれで終わりますか。いやー、何も進展なかったですね、最後。また最後グダグダになってしまいました。はい、あ、これ高いかな。まあできればここで倒して、で倒せなかったら2階に行って倒すみたいな、そんな感じだな。ということで、多分ボス倒さなきゃ出ないんだろうと思います。ということで、じゃあどうしようか。で、ピンキーさん。ということで、じゃあ次回、ボス倒しますか。こいつで。あ、マジだ。もう、こいつでってやろうと思ったら使っちゃったね。はい、ということで、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。ちょっと鎌倉まで行こう。クリスマスツリーにこの悪魔の松明をね、つけに行って終わりにしたいと思います。いやー、まさか本当にボス倒さなきゃいけないのかな。それだったらちょっと次はボス倒さなきゃいけないですね。全部やんなきゃいけないのかな。なんかすごいね、これ。ここに置きたい。ちょっと青いの取って、ここに置こう。すごい、この悪魔の松明。下に、もわもわってなる。ここに置こうか。青い松明どこに行った？違う。はい、終わりにするんだ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ラックでした。次回はボスを倒すのかな？いろいろ調べてからやっておきます。ということで、ご視聴ありがとうございました。ラックでした。次回お楽しみに。さよなら。